やんごとなき一族第3話。深山家の三男夫婦大輔と律子の愛のない結婚に対する苦悩、それに対して全く揺るがない深山家当主圭一の恐ろしさ、そこに立ち向かう佐都と様々な生き方や考え方が感じられましたね。前を向いての別れ、本当の夫婦とは何なのか、はちゃめちゃな世界観の中でも生きる人間の繊細な心を感じて、なんだかぐっと来てしまいました。次回はついに圭一からバッチリ出ていけと言われてしまった佐都がどうなってしまうのか気が気じゃありませんね。視聴者としてはこんな家出て行ってしまえと思いますが、佐都には健太との愛がありますし、健太は何があっても佐都とは別れない決意があるので、佐都はもう一度チャンスが欲しいと、健太と二人で圭一に頭を下げるみたいで、果たして今度はどんな無理難題を押し付けられるのか、ドキドキします。圭一からは新たに建てる商業ビルに、パリの有名レストラン、ソリマチを招聘できたら、先の件は不問にすると言い渡されるみたいで、もちろん簡単に行くミッションではないんでしょうね。案の定、ソリマチのオーナー、ソリマチからの返事は芳しくなく、次なる手としてソリマチのバックにいる、マダム・キリコという、年齢、国籍、性別まで不明な人物を探すみたいで、その中で大輔と再会し、何やら反応はあるようですが、キリコへの手がかりをつかむことができるのか、目が離せません。予告映像では、すでにキリコの姿は公開されており、長谷川京子さんが演じられるキリコの妖艶さに、すでにネット上は、すごいキャスティングだ、と、ざわつきを隠せてなかったですね。中には、佐都とキリコのキスシーンとも思われる様子があり、貴族のはちゃめちゃレベルがどんどん上がっていっていて、次回も心して視聴したいと思います。今回のメインは、大輔と律子の独立宣言ということで、最後の最後まで、ひょっとしたら大輔も律子への気持ちがずっとあって、家を出ればまっすぐに愛することができる、みたいなことになるのでは、と思っていましたが、とことん律子を愛することはできなかったんだなぁと思うと、律子の切なさは半端なかったですよね。そこには大輔が抱える父圭一と深山家の呪縛があったというのは理解できましたが、健太も言っていたように、だからって浮気していい理由にはならないだろうとイライラしましたし、基本全部人のせいにしているのがいくらかっこよくてもときめきませんでした。浮気がバレたことも佐都のせいにしていましたが、そもそも自分が浮気していたからだろうが、と叫んでしまいましたし、もともと律子が探しまくっていたので、佐都が教えなくても見つかってましたよね。でもそこが大輔という人間の弱さだったんだろうな、とは感じました。愛を与えられなかったから、愛し方はわからないだろうし、愛するどころか、圭一の顔が見えてしまう律子と一緒にいるのが耐えられず、その場限りの浮気で、寂しさを埋めようとしたんでしょうね。そう考えると、健太はよくあの家にいて、あんなに愛あふれるチャーミングな人間になりましたよね。よほど家族以外の人からでも、些細な優しさに愛を感じる感性があったからなのか、
未だちゃんと渡されていない泉を好きになっていた時に何かあったのか。実は健太もまだまだ謎だらけで気になります。今回の佐都と健太のイチャコラタイムは序盤だったので、まだ心の準備ができてませんが、と慌ててしまうほど心臓が飛び跳ねてしまいました。せっかく見張りもいなかったのに呼び出されるなんて、もはや部屋にカメラとか隠してあるのではないかと疑ってしまいましたし、あの圭一ならやりかねないなぁと、勝手に想像して寒気がしました。第3話まで来たら、これ毎回あるやつだなというシーンに、期待度が高まりますよね。このイチャコラシーンと、佐都のはばかりながらと申し立てるシーン。そして何よりも心待ちにしているのは、ツイッターやネット上では、松本劇場と呼ばれている、美穂子の癖の強いお歌のシーンですよね。今回お披露目した佐都へのバースデーソングも、ぼっちバースデーと、朗々と歌い上げていて、この方はお金持ちなのに、どこでぼっちなんて言葉と出会ったんだろうと思うと、次期女主人を狙うには、何でも知っていなきゃいけないんだなぁと、頭が下がる思いでした。嫌な人なんでしょうけど、あんなに明るく陽気に嫌がらせをされても、呆れるだけで全然ダメージにならないですし、最終的に嫌味ですが、頑張ってね、とか言われると、もはやエールを送ってくれているのかと、勘違いすらしてしまいますよね。敵が多い中で、健太の母、久美とは、前回のこともあって、何か通じるものが生まれていましたし、同じ嫁いできた身として、律子とはこれからも仲良くやっていけそうだったのに、出て行ってしまって残念な気持ちもありました。でもこのタイミングで、本当に心が壊れてしまう前に、律子は佐都と出会えてよかったですよね。浮気現場を抑えるために同行してくれて、話を聞いてくれて、大輔からもらったものの処分と活用方法を教え、手伝ってくれて、離婚を決意したとしても、きっと一人で全部何とかしようと思ったら、片付けをやっている時間も思い出と向き合わなくちゃならないし、どんどんぐちゃぐちゃになってしまいますよね。本当は大輔のことは一目惚れで大好きだったのに、だからこそ大輔とそして自分のために、愛したことは一度もありませんと、まっすぐ言う律子の姿は、心に突き刺さるものがありました。自分の娘があれだけ胸張って、自分の覚悟を伝えているのに、家柄とビジネスのことしか考えていないおっさんには、前回愛人アヤが佐都にお見舞いしたスライム風グリーンスムージーをぶっかけてやりたくなりましたね。こんな状況でも結局うまく立ち振る舞い、ザラスとの関係をつなぎ止めた圭一は、さすがあれだけでかい態度と強い気迫で深山の看板を背負い、この世界をやってきただけあるなぁと少し凄さを感じました。この時の健太の代わりに、アキトをこのプロジェクトの担当にすると圭一が言った時の、美穂子のシャーッという声と、超高速ガッツポーズは大爆笑でしたよね。次回も佐都の身にとんでもない出来事が次々とやってくる予感が早くもしているので、持ち前のガッツと健太との愛で、くぐり抜けていってほしいと思います。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。